林昌藩、林昌藩、林正則、1983年9月19日体は、千葉県船橋市出身の元プロ野球選手、投手、野球解説者、左投げ左だ。小学生の時に、飯山三寿ホークスで野球を始め、船橋市立奈良林中学校3年時にはエースで4番を、務めた。千葉県総合体育大会で2位に入り、 茨城で行われた関東大会に出場した。高校は、船橋市立船橋高等学校に進学し、大型左腕として評価されたものの、公式戦で足に重度の骨折を負った。2001年のプロ野球ドラフト会議で他球団が指名を回避する中、読売ジャイアンツから7巡目で指名されて入団。同ドラフトでの巨人の隠し玉だった。背番号は96。 1>, 1軍投板はなく、2軍で12試合に投板して、防御率6.38だった。序盤に2軍のローテーション投手として9試合に、先発し一関東、防御率3.22を記録、6月28日に1軍の先発左腕投手の不足を補うため、初昇格して、即先発。140キロ前後の急速ながら、ゆったりとした球の出所の醜いフォームを武器に、 相手打線を7回1アンダム失点に抑え、そのままローテーションに定着する。7月5日の中日ドラゴンズ戦では8回表に中継ぎで登板するも、立浪和義に偶然アンダを放たれ、日本プロ野球史上30人目となる通算2000本アンダを献上している。8月14日には、プロ入り初勝利を挙げるなど15試合登板で3勝3敗。 防御率3.22の成績を残した。背番号が30となり、先発投手として25試合に登板するが、3勝9敗、防御率4.89と、前年より数字を下げる。池谷康次郎の指導で投球フォームを、スリークォーター気味に改造。先発ローテーションを、内海哲也と争ったが敗れ、中継ぎに転向すると、フォーム改造の効果も、 相まって、平均球速が140キロ台後まで上昇。セットアッパー、シーズン中盤以降は、抑えとして安定した投球を見せ、2勝2敗18、セーブ、防御率1.61の成績を残す。この年のオフに、原辰則が監督に復帰するが、引き続きリリーフでの起用となる。原の構想では、久保優也から林につなぎ、 新加入の豊田清で締めることになっていたが、久保と豊田のピッチングが不安を見せる中、林は一年を通して安定した投球を続けた。しかし一方で、シーズン終盤には慢性的な肘痛を訴えた。同年オフの検査で肘に有利軟骨を抱えていることが判明したが、クリーニング手術などの外科的処置を取らずに様子を見た。オフには、後輩の塔の診を伴って、グアムで、 自主トレイを行った。原から、岩瀬ひとのりのような投手に成長してほしいと期待を込めて、背番号を13に変更された。オープン戦終盤にチームに復帰したが、開幕直後に不調の豊田をカバーするため4試合連続投板したち、数日ブルペンに入らないなど、持病を抱えながらの変則的な投板となり、7月頃から調子を落とした。オールスターゲームに、 ファン投票で選出されて出場したものの直後に登録抹消、8月に最昇格するが1試合に投板すると、左肩甲骨に違和感を訴え、再び登録抹消された。10月のクライマックスシリーズ第2ステージにて、戦線復帰。第1戦にワンポイント投板。第2戦にワイニングをまたぎ1回1、3投板。打者6人を悲打れ、2奪三振。 一死球に抑えている。シーズン終了後間もない同月末に肘のクリーニング手術を行った。同シーズンは持病の肘痛を抱えながらも序盤戦で唯一の勝ちパターンで信頼できるリリーフとして前半戦の左のセットアッパーとしてリーグ優勝に貢献。離脱した時期とチーム成績が下降した時期がほぼ一致しているが交渉と認められず年俸微減で公開した。 12月7日、当時テレビ東京のアナウンサーだった亀井京子と結婚。2008年10月には第1子となる長女が誕生。前年末の肘手術の影響でキャンプインから2軍で調整。5月20日に1軍復帰したものの請求が乱れ、2試合で2軍に降格した。その後、ウィルフィンオビスポと共に2軍の守護神として起用されながら再調整を続けた。 8月17日の対広島東洋カープ戦で2ヶ月ぶりに復帰し、9月10日までに7試合に登板、そのすべてで三振を奪い、計7.2イニングを投げ自席点に、1イニング3、脱三振を含む、脱三振13という数字を残し、球速の最高値は146キロを記録した。11月14日、マイケル中村、工藤隆人との交換トレードで、ニオカとと共に、 北海道日本ハムファイターズに移籍した。背番号は19に決まった。抑え候補としても期待されたが、練習試合で打ち込まれるなど不調で、ファームで調整することになる。開幕は2軍で迎えたが5月に1軍昇格。5月2日に、初登板。5月20日には古巣である対読売ジャイアンツ戦で、移籍後初勝利を飾った。なおこの勝利は、 巨人時代の2007年6月11日以来709日ぶりで、その時の対戦相手は日本ハムであった。以降は勝ちパターンでゲーム中盤のサワンリリーフとして起用されるようになった。春季キャンプに先発に挑戦するも、怪我などを理由に前年通り中継ぎとしての登板となった。前半戦は失点する場面が目立った上故障にも苦しんだ。 しかし8月に登録されて以降の実績点はわずか1だった。最終的に主にワンポイントで起用され、防御率2.64の成績を残し、ホイップは1を切った。しかし、当番数、投球回数が前年度よりも10以上少なくなった。9月2日、第二子となる長男が誕生した。さらに、登板数が減少し、 一軍デビューしてからワーストとなる5試合の登板に止まった。11月17日に戦力外通告を受け対談。12月11日、同じく日本ハムを戦力外となった菊池和正と共に横浜 DNA ベイスターズの入団が発表された。背番号は24に決まった。遺跡後初登板の4月4日の中日ドラゴンズ戦で1。 三イニングを2安打に支球と打ち込まれ、翌日に二軍落ちした。2012年は、結局32試合に当番指令賞でシーズンを終えたが、防御率は1.91だった。6月に一軍に昇格したが、16日の埼玉西武ライオンズ戦、25日の東京ヤクルトスワローズ戦と連続で失点して二軍落ち、した。その後8月に再昇格を果たすも、 前年度を下回る14試合の登板に止まった。6月21日の西部戦で延長10回西から登板し、その裏に味方が逆転サヨナラ勝ちしたためシーズン初勝利とともに全球団勝利を達成した。その後も左のセットアッパーとして活躍を見せ、56試合に登板15ホールドの成績を残した。11月3日に FA 権を行使せず残留する意向を表明した。開幕一軍入りを果たしブルペンの柱としての活躍を期待されたが不安定な投球が続いていた。7月21日のヤクルト戦で1回持たず7、失点と炎上し2軍降格となりそのままシーズンを終えた。8月下旬に左ヒーちの手術を行った。足の負傷で春季キャンプから出遅れた。 夏場から復帰し2軍では15試合の救援登板で1失点だったが1軍昇格はなかった。2年続けて1軍昇格を果たせず9月下旬に来期の戦力構想から外れていることが報道され10月5日に戦力外通告を受けた。11月15日に行われた12球団合同トライアウトに参加したが獲得球団は現れず 12月29日に現役引退を発表した。今後は実家業である船橋中央自動車学校で経営学を学ぶ。2018年2月5日より週刊ベースボールオンラインにて臨床版コラムの連載を開始した。また同年2月6日には学生野球の指導資格の回復が認定された。4月1日からはアベマ TV のプロ野球中継専任の 野球解説者としても活動している。趣味の一つにジグソーパズルがあり、500ピースを一日ちで完成させるほどである。2014年オフの契約公開の際、契約とは別に本拠地横浜スタジアムのブルペンの虫の駆除を要求して話題となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。